ポンツーンとは、軍橋として用いる船橋。そのために使う底が平らな船。平底船、橋脚船を指す。船舶用語として、平底棒と、橋家、浮き船、箱船、海に浮かべる浮き台を意味する言葉。今後では、廃船を、弊社や牢獄などとして使用したものを指した。船橋、造船、軍用の平底船。また、それらによって架けられた臨時の橋。 浮き橋の例、浮いた構造物で橋を支えるのに使われる平底ボート。浅いところで使用できるように底が深くなく、通常は総動線、あるいは桟橋などのような浮いた構造物。浮き桟橋も日本では一般にポンツーンと呼んでいる。ポンツーンボート、総動線の上に平たい場を乗せたもの。カヌーの横に取り付けるインフレータブルの限界浮き材も、 ポンツーンと呼ばれる。また、沈船引き上げ用の戦艦も指す。J5 リットル注意とカーチス R3C- に、水上飛行機水上飛行機のフロートダイビングでは、エントリーのための浮島。ラダーや先行用部位が装備されている。船をここに止め、ポンツーン真下からエントリーする。乗用車ポントンフェンダー。ポントンフェンダーとは、自動車のフェンダーの種類。 正反対とも言える異なる2種類の意味がある。米国における意味フロントやリアのフェンダーがボディから浮いているようなデザインのもの。独立したフェンダーをポンツーに見立てる考え方。1935年コード810、812に代表されるデザインのフェンダー。1930年代の米国車にいくつか見られるデザイン。当時ボンネットとフロントフェンダーは別構造物だったが、 通常フェンダー後ろ端のティアドロップ部分はランニングボードと繋がって一体化されていた。810、812にはランニングボード自体がなく、フェンダーはボディから独立した大きなデザインで非常にエレガントに見えた。これより前、コード社はオーバーアンボートテールスピードスターのフロント及びリアフェンダーにすでにこのデザインを取り入れていた。 フランスのカロッセリエでもフィゴーニエフ・ァラッシュなど何社かがこのデザインで高級車を製作していた。ドイツにおける意味ボディサイドがスムーズな形状で前後のフェンダーがボンネットやトランクと一体となっているもの。現在の乗用車のほとんどすべてがこのポントンボディ定義に属する。車体のショルダーラインから下のすべてをポンツーンに見立てる考え方。第二次世界大戦中のドイツで 戦車の無限軌道を防御するためのカバーの呼び名として使用された。長い箱状で箱の上端が車体に取り付けられた。これが戦場で兵士を橋渡しするため臨時に橋を架ける船橋に見えたことからポントンと呼ばれるようになる。これが後に自動車用語として使われフロントフェンダーがリアフェンダーまで長く続いているものを指した。それ以前の フェンダーがボディとは別パーツとして作られたり、ランニングボードが別付けだった車に対し、一体形成のフェンダー形状となりボディのサイドの部分がスムーズな形状となったものである。最初の車は1949年のボルクバルド・ハンザ1500によって、ついで1952年にドイツフォードのフォードタウンス M シリーズの 12M がカルマンによって行われた。 メルセデスベンツも1950年代中期からのモデルがポントンタイプと呼ばれた。ポントンボディになると従来よりも広い室内容積が取れるようになり多くの乗用車がポントンボディになっていったが1960年代でもまだそうでないものもあった。ポントンでない代表的なものとしてはフォルクスワーゲンのビートルがある。日本でポントンといえばこの1950年代中。 後期の W120、W121,W128 を指す。ドイツのポントンは英国で音訳のポントゥーンと呼ばれ、自動車用語として、米国定義ではなくドイツ定義が標準となっている。米国では、メルトアウェイ、メルトウェイ、またはフルフェードアウェイ、フルフェードアウェイと呼ばれる。米国のメルセデス愛好家の中には、ドイツポントンを、 ラウンドボディと紹介しているものもある。これは米国でのポンツーンの定義特別するためと、メルセデスがポントンボディになってから丸みを帯びたために連想されたものと思われる。レーシングカーミハイルシューマッハの運転する、イ一レーシングカーサイドポンツーンイ一などの、レーシングカーのデザインで用いられる、降臨前に置かれるボディの張り出し部分、サイドポッドともいう、全部に吸気口があり、 内部を通過する気流によって、ラジエーターの熱交換を行う。その他、排気集合管や衝撃吸収構造なども格納しており、エアロダイナミクスを考慮した形状に成形されている。底面は、地面効果により、ダウンホースを獲得する上で重要な役割を持つ。ポントゥーンは、トランプのブラックジャック、または21の派生ゲームで、主に英国で広まっている。 ありがとうございます。